関東鉄道関東鉄道土浦営業所関東鉄道土浦営業所は茨城県土浦市川口町2丁目に所在する関東鉄道のバス営業所である営業所略記は土浦の TC 土浦営業所高架上の川口町バス停本数の少ない福田系統エアポートライナーノット S 東営業所は関東鉄道のバス営業所の中でも路線規模が大きく 土浦市を中心に、網町、筑波市などで路線を運行する。特に JR3 駅と筑波駅間を結ぶ各系統、筑波大学循環、網中央公民館方面が運行回数、利用ともに多く、関東鉄道バスの主力系統となっている。一方、本所担当の高速バスは運行回数は多くない。また、営業所も寄りでありながら、 土浦車庫を発着する便は著しく少ないことが特徴。当営業所の発見機能は土浦駅前に出張っている。土浦駅発着荒川沖駅発着つくば駅、発着スクール一般乗り合い扱いの通学輸送便。関東鉄道最多の車両在籍数で、日野、伊鈴、三菱不走の国内3メーカーの車両が配置されている。大型車、中型車、 小型車ともに在籍するが、特に終日等間隔で発車する、つくばセンター、網中央公民館線などがあるため、大型車が多く配置されている。現在、一般路線で使用されている車両は、すべてノンステップバスまたは、ワンステップバス停車車となっている。移籍車は、京成バスからのイスズエルガが中心である。関東鉄道グループのトルコン AT 車については、過去に、 筑波大学の学内バスで使用されていた日産ディーゼル RM が中古車として関鉄観光バスに在籍していたが維持費増大と老朽化のため2012年までに全廃された。関鉄観光バスの車両が全廃された後にはしばらくの間はトルコン AT 車は在籍していなかったが京成バスからの移籍車両が2012年から配置された際には 早期に淘汰された車両を含めて、全車両が投営業所に集約して配置されている。2019年現在、トルコン AT 仕様の車両は、大型車は、中古車として投入されたキロリットル LV834 系が1台のみで、小型車では 2DGHX 系に移行した、日野、ポンチョが、キララちゃん専用車の 2167TC として導入され、 関東鉄道発のトルコン AT 仕様の自社、発注者として導入されている。さらに、2017年には、グループ会社の東京ベーシティ交通からのエルガも、移籍している。数年前までは、京成バスやグループ各社からの IK、IBM ボディ、富士 7E ボディのイスズ LV を筆頭に、日野、ブルーリボン、また全国的に珍しい富士 7E ボディの三菱不装。 MP も移籍するなど、シャシー、ボディメーカーを問わず在籍していた。京成バス以外では、横浜市営バス、小田急バス、東急バスなどの首都圏近郊のバス会社のほか、尼崎市交通局からもノンステップバスが移籍しており、これら移籍者の投入により、大型車の低彰化が進んだ。なお、横浜市営バス、小田急バス、 浜ヶ崎市交通局からの中古は2018年に、京成バスからの移籍者配置に伴い代替され、全廃した。また、少数ながら、大型自社発注車も在籍しており、2001年には、イスズエルガノンステップバスが、新請配置され、以降2003年までは、毎年2両ずつ配置された。2016年初頭には、関東鉄道では初めてとなるエルガハイブリッドバスが、 配置された。2018年には、ミ戸営業所から、三菱不走エアロスターのステップバスが当初に転属してきている。珍しい車両では、廃業した茨城観光自動車から引き継いだ、元サンプルカーの三菱不走ニューエアロスターの長尺車も配置されているが、現在は特定輸送に充当されている。かつて、神奈川中央交通からの三菱不走 MP や、 西武バスから、富士五 E、七 E ボディの日産ディーゼル UA、千葉内陸バス、京阪バス、千葉海浜交通から、日のブルーリボンが大量導入され、主力になっていたことがあるが、常実の遺跡車に置き換えられて、現在はすべて廃車になっている。中型車は、自社発注車が中心で、イスズエルガミを、日のレインボーにのノンステップ、ワンステップ車が多く配置され、 近年大型車以上に急速に低床化が進んでいる。三菱不走、エアロミディ ME が、土浦市、コミュニティバスキララちゃん専用塗装車と、予備車兼用の一般路線塗装車がそれぞれ配置されている。高速車の数は少なく、土浦駅東口、筑波センター東京ディズニーリゾート、海浜幕張駅、TM ライナー、ノット S に使用されている。 2016年9月26日より、パスもスイカ等の10社交通系、IC カードの利用が可能となった。7月1日より、土浦駅西口闇坂下区間関東鉄道、JR バス関東共通乗車開始のお知らせ2016年7月2日閲覧。車庫土浦駅直通バス運行のお知らせ。関東鉄道。2020年12月21日閲覧。 土浦市大畑にあるショッピングセンターハット AB12 月16日及び19日路線バスダイヤ改正のお知らせ関東鉄道2020年12月21日閲覧 JR バス関東担当便は系統番号の表記なし高速バス運行実証実験7月16日より開始します2016年7月17日閲覧 12月25日をもって、アミプレミアムアウトレット成田空港線高速バス、実証実験運行終了の、お知らせ2017年2月18日閲覧。鹿島アントラーズの主催試合などでの多客時には、鹿島号の応援に、当初の高速車が入ることがある。9月26日より、つくば、土浦、牛久エリア一般路線バスへの交通系、IC カード導入の、お知らせ。 ありがとうございます。